この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみ、エンドガチスポで優勝しおよそ1年ぶりの復帰となった緊張気味のごぼうこと朝比奈由紀。今回の実践題は南国物語、純増およそ 2.4 枚の AT 爆裂機だ。ルールはシンプルに、実戦終了時点で獲得枚数が多い方が勝利。魚拓の頑張り次第では二宮奈々ちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ。魚拓よ、スペックもかなり期待できる奈々ちゃんを何としても脱がしてくれ。みんな名を引いたらここをプッシュできます。マジで、はい、マジで今はまだできない。あドストライクス、ほんと付き合いたいです。俺脱がせますよ、俺絶対に。あのブリケツを。気になる勝負の方は成瀬が朝一いきなり9ゲームでレギュラーボーナスも連チャンならず。おい、魚拓も2度初当たりを引くもいずれもスルー。成瀬はその後どっぷりハマり、759ゲームの激アツゾーンもスルーで天井へと一直線。一方2万円を使い切った魚拓はここで南国を諦め花火へ移動。この選択が吉と出るのか。それでは成瀬の天井手前から再開。やっとなったよ。できればビッグ。魚拓さん来た、なんかここみちゃんいっぱい当たってるらしいですよ。なんか頑張れるようにもう一個クイズ持ってきました。そうだよ、俺今のままじゃ頑張れないよ。正解したら何なんすか。正解したらペロン、ペロン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 、もしかしたら触れるかも。マジかマジか、早く早く早く。おいおい、まだ勝ってねえぞ魚拓さんよ。じゃあ頑張って、ちょっと一緒に成瀬の様子を見に行こう。そんな出てんの。行きましょう。当たってるらしいです。え？ちょっと俺やばいじゃん俺。え、何やばいやばい、7連ほぼビッグなんで。クイズで当ててる場合じゃないですよ。頑張りましょう。当ててください。頑張る、マジ頑張る。やばいやばいやばい、これやばいよ、やばいやばいやばい。おいしょ、また花火じゃ間に合わねえだろう。ようやく自分の状況を理解した魚拓、花火を諦め向かった先は、うん、パトラッシュ言っていいですか俺。もうこれしか逆れないんですよ、パチンコでしか。いいですか、もう掟破りのパチンコっすわ。もういいっしょ、俺すんげえ負けてっから。俺パトラッシャー得意なんですよ。俺負けたと思ってるでしょこれね、見てる人は。俺今日、ああ木村また負けたよって思ってるでしょ。奇跡起こすぞ俺パトラッシャー。俺何度も奇跡起こしてきたからね俺。俺これで、まあ、仮に当てました、すげえ出しました、成瀬を逆転しました、さあどこであいつが文句言われるんだ多分。パチンコじゃんって言われんすよ、きっと言われんすよ。だけどそこでなんとか抑え込みますんで、力技でガッツリ脱がせますから俺。あの水着取るから俺、下手したら。スッポンポン、結果発表。久々に言った、ね、久しぶりに言えた。よかった、ね、あ気持ちいい。まあ、最後だからもう
放送もう一回言ってもいいよ。結果発表、今までありがとう。全然卒業しないですから分かんないですよ。じゃあもう早速発表いたします。お願いします。魚拓さん、枚数で591枚。枚数でって何ですか？一応あのパチンコなんで玉だったんですけど、コイン換算で591枚。パチンコありなんですか？ありです。今日スロット会ってありです。ないです。聞いてないです。説明しなかっただけです。ありです。どっち言ってもいいんですよ。何言ってもいいんですよ。うん、ガチャいいんですよ。うん、まあまあ191枚結構出ましたね。頑張りました。すっげー面白かった。じゃあ勝ったんかな、591。じゃあ次、ここみちゃん。2047枚。イエーイ。ということで、ここみちゃんの勝利でございます。なんでそんな出んの？よく分かんない。だってすげえ話してるじゃん。いやもうほんとゲロ吐きそうになりました。そこで当たってから当たって32ゲーム以内にときめきいって超ときめき。何年何年ちゃう？16。あれしました。出たの1ゲーム連。1ゲーム連出たの金7でしょ。あ、金7すげえな。金7出ました。それはさすがにちょっと、いや金7も何も俺バケ2回しか引いてないの。ビッグ引いてないんですか？引いてないです。化けに変えてもうダメだと思って、花火自滅待ちですよ。自滅待ち、うん、どうせダメだろうなと思って。ナルセがハマってたからね。だから手堅く行こうと思って花火行ったら、もう連射しますって教えてくれて、ナルちゃんが、ねでもうしょうがねえからパチンコ行ったら、まあ、当たったんですけど届かず。どうしても勝ちたかったんですね。勝ちたかったんですけど、もう本当にあのケツ触った感触が忘れられないです。いやもうそれ以上のことしてるじゃないですか。あのほら気に入った毛の部分もいたし。え何してたの？知らない間にすごいこと。何毛って何？あの毛見せたの？見せてないです。じゃあ部屋が気になったの、もしかしたらはみ出るんじゃない？はみ出るかも。で、それをチェックしてあげたりして。出てました？あ、微妙に。ひとひとで、あの、打ちたかったパトラッシュで当たりを引いて、意外と満足しますよ。いや、もう帰ってください。帰ってください。朝日の一緒に帰ろうか。じゃあ帰りましょう。帰りましょう、帰りましょう。これさ、負けてるのにこれだけ満足してるって、これもう番組の趣旨が変わってきて。すいません、本当今日だけは本当。申し訳ないです。こんな初めてなの、こんなはちゃめちゃな日。よっぽど好きだったみたい。あ、じゃあ23だぜ。ね、だいぶ好きになってるよ。え、プッシュしたの？プッシュ、消すって言います。だから俺はナナちゃんをみんなにしてほしいから告知させてあげて。うるせえな、それ言われなくてもそれはいいから早く目隠ししてください。というわけで、はい、お願いします。久々に撮るんだからちょっとよろしく頼むよ。頑張る。二宮ナナです。そのままの名前でツイッターやってるので、よかったら検索してみてね。あうわぁひぃぃありがたい。ちょっと失敗だけど感度はいいです。出ました。ちょっといいですか？はい。わぁお尻が私のいいな。いいようにしてんね。いいお尻。なんかセクシーなポーズ最後にお願いします。なんだろう、セクシーなポーズ。じゃあお尻を、おっおお、なんか南国が似合うね。似合う。南国物語。これ使ってもらえる。使ってもらえる。プッシュさんして、私プッシュやったの。いきます。尻もいいんですけど、やっぱ尻ともまた感触が違くて。違う、全然違う。いや、違いますね。パトラッシュ打ってるよ。残念。すごい本気だった。もうしょうがない、牡蠣食べ行こう。ちょっとこの後スケジュールあるんで。次回はパチンコボット無双。これはもらった。新たな助っ人も登場。ん？誰だ？はい、おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ、おめでとうございます。今日のムフはもう負けるわけにはいかないだろう。どこ見てんの、友のり。
熟女系巨乳がやってきた。トモノリピンチ、今までで一番っすね。